しないでね。 Thank you.
無理です、制御受け付けません。コスモス、自立モードで起動しています。ちょっと待ってくれ、自立モードは例の一件以来凍結していたはずじゃなかったのか。主任の端末がないと解除できないはずだ。クソ、なんだってこんな時に。まさかグノーシスに反応。おい、主任はこちらに向かっているはずなんですが、 UNP の通常体が副騒を起こしていて連絡取れません。非常体は今呼び出してます。
無理です。制御受け付けません。コスモス、自立モードで起動しています。ちょっと待ってくれ。自立モードは例の一件以来凍結していたはずじゃなかったのか。主任の端末がないと解除できないはずだ。クソ、なんだってこんな時に。まさかグノーシスに反応。おい、主任はこちらに向かっているはずなんですが、 UNP の通常体が副騒を起こしていて連絡取れません。非常体は今呼び出してます。
We'll be right back.
やってきやがったぜ。瞑想パターン、どうやら一匹のようだ。やられたもんだぜ。するんですじゃねえ。ふらふらと巻き合ってこっちやって苦悩しつかと思ったじゃねえか。私だっていろいろ大変なんです。なのに途中で苦悩しつに襲われて道わかんなくなっちゃって、こんな時に無理言わないでください。ふざけるな。この船はもともとてめえらが作った船だろうに。私艦船部じゃないもの、船のことなんて知りません。異常体制だろう。何だって民間人の貴様がうろついてやがるんだ。そんなこと言われても、私だってコスモスのことが心配で。なんだそのコスモスってのは。んなもののことは後にしろ後に。とっとと退避号に入っておとなしくしてやがれ。入れるものなら早く入りたいですよ。じゃあなんで行かない。だからコスモス、いい加減にしたがれ。おい来るぞ、戻れ。おい注意。なんだでけえ声出しやがって。聞こえて、なんだこいつは。おい、これから離れろ。それよりこの先の E 区画を抜けるとやがて格納庫に来ます。そこにライフポットがあるのをご存知ですか。とにかくあるんです。あなたはそれに乗ってこの船から脱出してください。あなたたちは。僕たちはここで応戦します。だからその隙に早く。ダメだよ、私だけ逃げるなんてできない。みんなで一緒に帰らなきゃ。Thank you.
ている。敵母船も沈められんのか。無理です、高近くでは艦砲が撃てません。リアクタールームに敵部隊侵入。護身緊急閉鎖、バイパスを補給に回せ。エイグス損耗率 70% を超えました。117海兵師団レーカー巡洋艦フォークリンで現在クローシスと交戦中。宙域座標 KX417Y009Z735 至急増援を請う。繰り返す。艦長、やはり間違いない、奴らの物体を。左舷ロジカルドライブ損傷、エフサコに火災発生。アントニー中佐はどうした。どうだ、フィールドのメインジェネレーターとこのブロックのサブリアクターと直結させました。3分間ですが指示通りの出力を出せます。ロジカルドライブへのバイパス確保しました。こちらの端末で制御できます。それでいい、上出来だ。無茶ですぞ中佐、このブロックごとパーチしゲートジャンプを敢行するなど自殺行為。防護フィールドなしでハイパースペースに入れば生身の人間がどうなるか中佐もご存知のはずです。指令のもとに届けばいい。あと数分で次のコラムの影響下に入る。時間がない、貴様らはポッドで脱出しろ。中佐、外にはグノーシスの大軍がおるのですよ。脱出しても生存できる確率は皆無です。我々も中佐と共に。聞け、グノーシスなど取るに足りない存在に過ぎる。あれが目覚めることに比べればはるかにマシだ。いいか、ライフポッドを射出したら即座にジグベーターを 8mg 皮下注射しろ。一時的に仮死状態となるが、それで奴らの注意はそらせる。数時間すれば指令の増援も来る。貴様らは生きろ、それで私の証も立てられる。中佐、中佐、急げよ。
ホルンスト、レスター、何か方法は。おい、何するんですか、返して。慌てなさんなって、すぐ返してやるよ。よう、やつらベースは508型だったよな、確か。だから何なんです。かれこれ14年前になるが、ミルチアから帰還した頃の話だ。俺はある目的のために戦場でやつらを何体もバラしたことがあってな。いやー、難儀したぜ。なんせハードとソフトの双方からプロテクトがかかってたからな。プロテクトって、注意、やっぱり彼らの中枢組織を。ご明察、うまかったぜ。ひどい。そん時に制御コードのことを知ったんだけどよ、やつら便利な機能がついてるよな。そう、レアリエンにグノーシスを引き止めておいてもらうのさ。こうやってな。やめて。彼らを何だと思ってるんですか。これは明らかに人権侵害ってか。そりゃ平時のことだろうが。ミルチア憲章なら俺も知ってるぜ。ミルチア憲章第4条13項、戦闘用レアリエンは有事または暴走時の危機回避手段として、遠隔端末によるその行動の抑制と自爆システムの設置を義務付けるものとする。またこの履行は現場指揮者の判断によって行えるものとする。だったか。つまり今がその時、コンダクターは俺だ、楽団員は有効活用させていただく。やめて。あなたには彼らの生態活動を停止させる権利なんてないわ。まして自爆させるなんて絶対に許せない。だからどうした。なら聞くが、あんたこそなぜこの機能を削除していない。ファクトリーロードされてたって、あんたなら外せるはずだぜ。情け深いあんたがちょちょいっといじってやりゃ、やつらは晴れ自由の身だ。なのにやらない、なぜだ。それは社の規約が。そう、規約だ。詰まるところ、それに縛られているお前さんもこの俺と同じ、奴らにその存在意義を与えてやる立場にいるってことだ。違うか。私は造物と非造物の関係ってのはそういうもんだ。違うか。なら与えて